それな、一言で言うなら恋だ。恋？この中で恋愛したことがあるもの？ある。幼稚園の時の先生とかでもあり？七尾、どんな感じだった？感じ？なんか可愛いな、いい子だなって思って。はい、ブブー。それは恋ではない。嘘。恋とはするものではなく落ちるものだからだ。オーリンラブって言うだろ。俺の気持ちはどうなるわけ？思い込みってこと？それはそれで心にしまっとけ。いつかわかる時が来るさ。さって言われても、さって。その軽薄な話と弓道の間に何の関係が？藤原君、君は恋愛を知らないね。ってことは弓道の奥義にも遠いということだ。説明してもらえますか？恋に落ちるときは理屈も理由もない。とにかく落ちたという事象だけがある。弓道でいう理想の形とは無我の境地。当てたいという我欲を捨て去って、指と矢と的、そして自分だけの世界に入ることだ。